今回紹介するのは「思えば孤独は美しい」という本です。宝物最近樋口優子さんの絵本にはまってしまい同時に糸井さんのほぼ日手帳も数年前から愛用していたので当然のように購入しましたまず想定が素晴らしいです樋口さんの絵が美しく本もブラウンカラーになっていてページをめくると写真と絵。 胸に染みる言葉が短く書かれていて嬉しくなってしまいました。息の降る夜、数ページ、読んで眠りにつくのが楽しみです。これをきっかけに以前の糸井さんの本も読んでみたくなりました。私の宝物です。心に寄り添う言葉、とても優しい言葉で表現されているので、素直に心にすっと入ってきます。気がつくと癒されていて、前向きな気持ちになれます。 さまざまな年齢や立場の方々にもその時々に求めていた答えがきっと見つかると思いますシリーズで持っていたくなるほど素敵な言葉がたくさん詰まっている本です思わずため息が出てしまうほどこんなに美しい本に出会えたことが嬉しいイラストも写真も言葉も想定も気に入りすぎてそして何よりもタイトルが美しいです 以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。